岡本智は、日本の総務官僚、自治体国際化協会理事長、総務事務次官、総務審議官、消防庁長官、自治行政局長、自治財政局長などを歴任。大阪府出身。1966年に東京教育大学附属中学校、1969年に東京教育大学附属高等学校を卒業。中学では、 テニス部に所属。宮沢陽一元経済産業大臣や、斉藤近本国土交通省大臣官房技術、審議官、北条春男東京工業大学名誉教授は、高校で3年間同じクラスに属した同級生。1974年に東京大学法学部を卒業。大学時代からの友人に、単語や寿司権がいる。自治省に入省し、 1999年8月に、自治省財政局財政課長、2001年1月に、内閣府大臣官房審議官、2003年1月に、総務省大臣官房審議官、2005年1月に、総務省大臣官房審議官、2006年7月21日に、自治財政局長、2007年に、自治行政局長、2008年7月に、消防庁、長官、 2009年7月に、総務審議官。2010年1月に、総務事務次官。2012年9月に退官。2013年1月15日株式会社、野村資本市場研究所顧問。2013年2月1日、テラル株式会社顧問。2014年4月1日、一般財団法人自治体国際化協会理事長。ありがとうございます。